偵察機がティルナノーグ周辺で所属不明の機影を捕捉した。我々は特別な才能を持った女性兵を含む部隊の構成上秘匿されるべき組織であると同時にキャリフォルニアベース防衛の早期警戒の要である。この場所は連邦に知られてはならない。所属不明機が連邦であれば即時排除、友軍であれば警告し転進を促せ。警告に従わない場合はどうしたらいいですか？実力行使だ。撃っていいんですね？ええ、そうならないことを祈るわ。コールサインはこの通りだ。私がリーダーですか？私の一存よ。異議は？ありません。誰でもいい。やることは変わらない。ではモビルスーツ部隊のリーダーはアルマ、やれるわね？お任せください。期待しているわ。では作戦の詳細を説明する。今回の目標は所属不明機の確認。隠れるのにうってつけの丘があるから、そこでアンノウンの所属を確認して、連邦軍であれば即時排除、友軍であれば警告して転進を促して。たとえ友軍であっても警告に従わないようなら交戦もあり得るわ。何かあったら随時指示を出すから安心して。ノイジーフェアリーの初任務よ。みんなよろしくね。このチームでの初陣か。初めての実戦になるかもだし緊張する。そういえばヘレナは実戦経験あるんだよね？ああ、はい、それなりには。頼りにしてる。でね、私たち3人の間では階級とか気にせずいかない？どういうことです？言葉選びとか面倒でしょ。年も近いんだし無礼講で行こうよ。考えておきます。
このチームでの初陣か。初めての実戦になるかもだし緊張する。そういえばヘレナは実戦経験あるんだよね。ああ、はい、それなりには。頼りにしてる。でね、私たち3人の間では階級とか気にせずいかない？どういうことです？言葉選びとか面倒でしょ。年も近いんだし無礼講で行こうよ。考えておきます。でも、なんだってこんなところを短期でうろついてるんだ。バルバラ注意、どうしましょう。フェアリーリーダー、こちらで通信を試みる。警戒は怠るな。移動中の溶岩機に次ぐ。その場に停止し、応答せよ。所属と目的を確認したい。繰り返す。通信機の故障？仕方ない。アルマ、接触して停止を促して。ただし気を抜かないこと。了解です。ヘレナ、ミア、周辺も警戒。武器のロック解除しといて。何？敵なんだね。やつじゃねえか。やることが汚ねえ。あ、相手は一気です。落ち着いて。ミアも落ち着いて。私がやるから。シティルナー少尉、ブリンクマン技術少尉、ヘーゲル総長、実戦よ。落とされたら終わり。わかるわね。ミアとヘレナはアルマの後ろについてサポートするように。あなたたちを選んだ私の目に狂いはないと証明してもらえる？了解です。みんなやるよ。
素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。モビルスーツの扱いにおいては我々の方に一日の長があることを忘れないで、落ち着いてそれぞれの役割を思い出しなさい。ミアは適切な距離をとって敵を牽制、ヘレナは足を止めた敵を確実に狙撃、アルマあなたは前へ、視界を広く、背中を預けた仲間を信じて思いっきり暴れなさい。はい、みんなお願いね。敵の中には61式戦車もいるわね。モビルスーツに比べて耐久力は著しく低いけど、手法の威力は侮れないわ。放置すると厄介だから素早く対処して。Yeah!
辺のガキとは鍛えられ方が違うっつ。子供っぽいこと言わないでくださいよ、最年長。あ、言ったな、この野郎。もっと敬え。新たな増援反応、おそらくこれで最後だ。また別の連発？あれは雑草の使用型バリエーションのようですね。打ち合いでは音が悪いです。ああいう相手には私の出番だね。一気に距離を詰めて切ってやる。みんな、よくやったわ。お疲れ様。ありがとうございます。よし、みんな帰ろう。シティルナ少尉。あるまでいいよ。言葉遣いも気にしないし、パイロット同士、シンプルに行こうよ。意外と人見知りなんですよ、ヘレナさんって。うっさい。腕が立つことはよく分かった。それほどでも。あの突入コースだと北米に来るわね。 HLV にしては大きい。汗かいた。早くお風呂入りたい。そうですね。でもその前にレポートですよ、アルマ少尉。素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。私、強くなった気がするよ。コツコツ努力した結果です。今の自分を超えていかなきゃな。あら、日記？いい趣味してるわね。外に出られるようになってからつけてるんです。毎日たくさんの発見や楽しいことがあって、その一つ一つを忘れたくなくて。私にとって全部大事なことだから。同感。日々と向き合うってとても大切なことだって私も思う。あなたを呼んで正解だったわ。
何ですか、いきなり。ここには馴染めそう？いや、浮いてる自覚があります。でも仲良くしたいです。みんな年も近いし。なら簡単ね。もっとみんなのことを知ればいい。あなたにとってもそれは素晴らしい経験になるわ。おやすみアルマ。あまり遅くならないように。はい、おやすみなさい。宇宙世紀0079、9月、ノイジーフェアリーは初陣を勝利で飾った。まだ幼ささえ残る少女たちに背負わせるものとしては北米戦線は重く不釣り合いかもしれないけれど、彼女たちなら戦争という極限状況の中でさえかけがえのないものをつかみ取り羽ばたいてくれると信じている。いや、必ず羽ばたかせてみせる。そのためならば、たとえ魔女や女狐と罵られようとも戦うと決めたのだ。連邦を倒すためではなく、彼女たちの未来を守るために。Thank you.